アリサです。今回はチャオ11月号を紹介していきます。待ちに待ったチャオだね。うん、付録が豪華すぎて、うん、待ちきれないドキドキさ。付録が豪華すぎて、で今回もなんと10ペンセットと電球ソーダポーチがあります。あとスイーツメモセットも入ってます。なんと3つも入ってるんですよ。うん、すごいですね。それなので今から紹介していきます。はい、ダダーン、ハッピーハロウィン香るスイーツメモセットです。アイスもあるよ。うん、でこれペンで書いたら香りが香りがするって書いてありました。より引き立つ。うん、これさ、書いてその香るペンで書いて、うん、友達に渡したら嬉しくない？あー嬉しい。ずっとこうやってペンにじゃあ本題のペンとそこ電球ソーダポーチ開けます。いきます、せーの。めっちゃ豪華。はい、じゃあ色入れていきます。はい、まずこの茶色が紅茶色。紅茶。うん、でこのこっちの黒がショコラ。ショコラ。チョコか。チョコ。あとね、その色、うん、なんか香りに関係するチョコレートとか絵が描いてます。ここに付いちゃうと、あと黄緑色の方がメロン、そうだ、そうだ、そうだ。こっちの青色の方がヨーグルト色。ヨーグルト。で、紫色の方がグレープ色。うん、なんかさっぱりしそうだね。見たよね、さっぱり系のペン。ね。ティアラチャンネル。で、黄色い方がバニラミルク。じゃあ最後。最後だね。かわいい、これ。はい、赤い方がピーチ。ピーチ。あ、間違えました。間違えた。ピンクい方がピーチ。はい、ピーチ。オッケー。うん、で、赤い方がストロベリー。ストロベリー。うん、これは果物系です。うん、早速香っていこうじゃあ、うん、まずは最初のフルーティー紅茶と、とろけるショコラの香りだそうなので、うん、書いてあった？うん、あっ、何かないように大丈夫。え、待って、やばくない？え、あの、午後の紅茶の香り。え、ほんと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 、ねえ、ほんとだ。じゃあ次、とろけるショコラ。これ、なんか香り当てできるね。ほんとだね。あ、これ何の匂いでしょうか。おぉチョコケーキです。うわぁ、すごい。チョコ食べたくなってきた。うん、そうだった。ジューシーメロンとシュワットソーダ。またメロン、うん、メロンあんまりね、どんな感じなの。あ、結構緑だね。うん、じゃあおーメロン。メロンあ、メロン、なんかメロンの実の匂い。うん、美味しいよね。シュワットソーダ。うん、メントスのソーダ。メントス？メントスのソーダ。あ、シゲキックスの匂いがする。ああ、あのシゲキックスのソーダ。ヨーグルトとグレープなんですけど、爽やかヨーグルトともぎたてグレープ。うん、ヨーグルト。だけど、めっちゃヨーグルト感があるよ。朝ごはん思い出す感じ。あ、ね、あ、朝の食べたての、あ、起きたてのヨーグルト。そうそうそう、なんかね、落ち着く香り。甘いやつ。じゃあグレープ。うん、どうしたどうしたどうした。すごい。めっちゃグレープだよ。うわね、すごい。すごくない？なんか匂ったことあるような。うん、なんか。グレープジュースみたいな。そう、匂いがする。あの、ファンタの。あ、そう、ファンタグレープだ。そう、次はフレッシュオレンジとリッチバニラミルク。
あのね、あやさ大好きなの、オレンジ。そうなん？うん、めっちゃ好きな匂い。めっちゃ好きな香り。じゃあ、ゆなちゃん。すごっ、なんか本当にみかんがあるんだ。そう、ここにこうやってじゃあ次はバニラの、あの、あれバニラのアイスの香り、あのバニラエッセンスの。そうそうそう、スイートピーチとデリシャスストロベリー。うん、ほっ、めっちゃピーチの香りがするよ。うわー、なんか取り立ての、そうそうそう、切り立てのピーチの。じゃあ次はデリシャスストロベリー。めっちゃ好き、美味しい。甘い、甘い甘いイチゴのね。そうそうそう、マイカちゃんがね、うん、好きそうな気がするぜ。じゃあ次の付録に行きます。はじける電球ソーダポーチです。これはね、ニコラの付録にも電球ソーダのリップ、そうそう、リップがあった。電球ソーダ結構流行ってるよね今。うん、これね、ちょっと透けてるの、わかるかな、うん、だからこの中にペンを入れていきます。はい、すっぽり入った。ほら、後ろから見るとこんな感じで、前から見るとなんか薄く、ここがなんか宇宙みたいな色になってて、ね、本当だ、すごいよ。アメーバー、グレープのジュースが入ってるみたいな。うん、はい、ということで今回はチャオ11月号を紹介しました。とってもおしゃれで可愛い付録なので、みんなもチェックしてみてね。バイバーイ。